友人ビクター・デブス・ロストー、1981、友人ビクター・デブス・ロストーは、アメリカ合衆国の法学者。イエール大学ロースクール長、リンドン・ジョンソン政権の政治担当国務次官を、歴任した。経済学者、国家、安全保障問題担当大統領特別補佐官を、務めたウォルト・ロストーは弟。 ニューヨーク市ブルックリンのユダヤ系移民家庭に長男として生まれる。両親は熱心な社会主義運動家で、ロストの名前は19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した労働運動家、友人ビクター・デーブスに由来している。ニューヘイブン高校を経て1929年にイエール大学に進むが、入学試験時の成績が抜群であったことから、 完璧な新入生とニューヨークタイムズ誌に報じられたという。1931年には優秀な学生で構成されるファイ・ベータカッパに所属し、1933年に主席で大学を卒業した。1934年までケンブリッジ大学キングス・カレッジに留学した後、イエール大学ロースクールに入学。 1936年から37年まで、イエール・ロー・ジャーナルの編集長を務め、主席で終了した。一時ニューヨークの法律事務所に勤務した後、1938年、イエール大学のロースクールに教員として招聘され、1944年に、聖教授に昇格する。教員としては反トラスト法などを専門とした。第二次世界大戦中は、 武器対応管理局に勤務し、後に国務省で武器対応管理局との調整や、ディーンアツソン経済問題担当国務次官補の補佐官を務めた。また、1945年には民主的な価値観に違反する政策であるとして、日系人の強制収容を批判する論説を発表した。1955年、ロストーはイエール大学ロースクール長に就任し、 1965年までこのポストを務める。翌1966年の10月からリンドン・ジョンソン政権の政治担当国務次官に任命された。在任中はベトナム戦争の処理と国連安保理決議242の起草にも関与した。1969年の退任後はイエール大学に戻ったが1970年代半ばには ソ連の動向を警戒し、ヘンリー・ m ジャクソンと共に、ハンデ・タント派が結集した、民主的多数派のための連合や、厳然する危機に対する委員会の設立に関与する。1981年には、ロナルド・レーガン政権で、民主党に在籍したママ軍備管理、軍縮局長官に就任し、1983年まで、務める。ロス党は、 同政権に参画した民主党員の中でも最も好意の役職に就任することとなった。1984年にはイエール大学を退職し名誉教授に就任する。2002年バージニア州アレクサンドリアで死去。ありがとうございます。